推しは三日月宗近、特撮知識はあまりありません、 K です。そしてはい、特撮ソムリエ、住野です。仮面ライダーと、戦隊ものは大体フルコンプしてて、好きな特撮はね、結構古いんですけど、解決ズバッとというのがありまして、僕それを見たさにレーザーディスク本体を買った記憶があります。ということで、まあ、確実に特撮が大好きな方は、言えると思います。それではですね、突然ですが、はい、住野さん、お子様ランチは好きですか？お子様ランチはそんなに、まあ、美味しいものが入ってれば食べますけど、あまりお子様ランチの中に好きなメニューはないですね。あ、そうなんですね、まあ、じゃあハンバーグとかは好きですか？好きですね、でもどっちかというと食べる原理はお酒を先に決めてから合う食べ物を選んでるんで大人だ、まあ、じゃあ、まあ、今回は住野さんに、はい、まあ、動詞に書いていただいて、はい、あのお子様ランチのようにとてもてんこ盛りな、はい、素敵な映画をお勧めしたいと思います。楽しみです。はい、それではですね、今回お勧めする映画が、はい、映画刀剣乱舞です。ほう、どういう字ですか？刀剣は、まあ、刀に剣とか刀剣で、はいはい、乱舞はあの乱れ舞うの乱舞ですね。なんかゲームのタイトルにありそうな名前ですよね。あ、もうその通りゲームが原作です。あ、そうなんですか。はい、DMM.com がやっておる。ああ、なるほどなるほど。で、艦隊コレクションっていうゲームもあるんですけど、それと同じような流れで作られたゲームで、艦トレは男性向けに割かと可愛い女性のキャラがたくさん出てくるゲームなんですけども、刀剣乱舞は男性キャラクターがたくさん出てくるゲームです。剣で切るとなるとなんとなくこうなんで、まあ、せいぜいワイヤーアクションくらいあるかもしれないけどなんか特撮味があんまりない気がするんですけど。で、はい、そうですね、特撮好きだからおすすめしますって言ってるのになんかちょっと、はい、ねえって感じかもしれないんですけど、この、まあ、刀剣乱舞っていうものが、まあ、どういう作品かっていうのを、説明しようとするとちょっと、それ複雑そうって なりがちなんですよ、なので簡単に、二言で説明します。はい、まず一つは、ゲームが元ですがメディアミックス作品です。映画もあれば漫画もあればアニメもあります。でそれぞれが、同じストーリーを描いてるんではなく、それぞれ話の筋が違います。だから、同じ見た目のキャラクターだけど、まあ、違う世界線だよねっていうふうに独自に発展していくメディアミックスです。なるほど。で、もう一つすごく分かりやすい表現が、あります。これは、映画公開当時にこれを見た、ファンの方がこう呼んだんですけれども、この映画は歴史戦隊刀剣じゃんだって。なんかちょっとずるいずるいな。なんか今ちょっとグイってなんかこれ掴みに来て。そうなんですよ。で、なんで歴史戦隊刀剣じゃだって言ったかっていう、はい、いろいろあるんですけど、そもそもこの刀剣乱舞のキャラクターたちっていうのは、刀剣の擬人化です。刀剣の擬人化？そうです。だから物を人の形に置き換えてる、はいはいはい、擬人化ってそういうことですよね。はいはいはい、で、誰かキャラクターが歴史上の刀を振るうとかではなく、歴史上に今国宝とかになってる刀がキャラクターになってるんです。なるほど。はい、で日本の刀剣に一応限ってるんですけれども、それが、まあ、日本の歴史と関わってますよね、刀剣っていうのは。そうですね、戦国時代もそうだし、江戸時代もそうだし、まあ、刀剣は、まあ、古くからあるものだと、それがもし人の形を取ったというふうな、まあ、作品なんですけれども、これがつまりはですよ、歴史戦隊って言いましたよね。はい、言いましたね。ってことはですよ、歴史上の人物が持ってた刀もこのキャラクターになってるんですよね。だから歴史上の人物でいうと、それこそ土方歳三とかの、配刀って表現をするんですけども、が持ってた刀とか、坂本龍馬が持ってた刀とかのキャラクター化されてるんです。当然それぞれの性格付けがされてるってことですよね。そうですね、キャラクターの性格付けがあって、かつ持ち主、持ち主のことを覚えてるっていう設定なので、いや土方さんはさ、あんな人でさみたいな話を刀が語ってくれたりするわけなんですよ。だからそうやって、その、歴史っていうのを背負ってるんですよね、その方たち。なんか女子受けしそうなコンテンツだなそうなん
ですよ、うん、それで、それそのキャラクターが好きになって、はい、あの歴史を詳しくなるっていうことができるのは刀剣乱舞の良さだったりするんですよね。もちろんあの、そのゲームなのでちょっとフィクション的にあのいじってあるところもあるんですけど、基本的にそこから興味を持てるっていう、すごく私は、まあ、そういう意味でこう日本史あもっと詳しくなろうと慣れたゲームであり作品ですね、この作品って、まあ、映画化されたのは、うん、映画の場合は他の世界線とは切り離されて、この映画オリジナルのストーリーなので、うん、あの前の作品とかないもうすぐこの映画だけで理解できます。あ、なるほど、はい、だから予備知識いらないと、知識は今に喋ったぐらいでなんかどうも歴史が絡んでて刀がとなんか人の形してんだなぐらいで大丈夫です、知識としては。だからもう今すぐ見れるんですけれども、うん、この最後の方に見たくなりましたかって聞くので、その時に判定していただきたいです。で、ですね、今さっき、刀が歴史を背負ってるみたいなことだじゃないですか、はいはいはい、で、この刀たちが戦う物語なんですけど、うん、誰相手に戦うねと。ああ、そこですよね。そうですね。で、これ実はこのゲームの世界設定はちょっと未来になってまして、うん、2205年とかなってるんですけども、うん、その時代に、とある技術によって刀、歴史上の刀から、うん、その人の姿にする技術ができた。で、それと同じくしてタイムトラベルができる技術も生まれてしまった。そうすると、まあ、タイムトラベルが、まあ、普通に良い風に利用されればいいんですが、うん、悪者が歴史改変ね、うん、そう、歴史改変をしようとするんですよ、はい、そうするとですね、例えばあの、まあ、坂本龍馬が死なない歴史を作りたいっていうような、うん、まあ、要は歴史を変えたいという、考えの人が悪さをしようとして、うん、まあ、なんか化け物的なものを、はいはい、その例えば、江戸時代に送る、戦国時代に送るとか、うん、いうことを始めたっていうのを止めるために、人間じゃ止められないと。だからタイムトラベルする、うん、その刀剣が人の姿なしたものがそれを退治しに行くっていう話なんですよ、ね、なんで人間じゃ止められないんですか。まあ、一応人間も時間速攻ができるでしょうけれども、要はその送られている、うん、まあ、要は歴史改変派の方が、人ならざるものを送ってるんですよ。まあ、もうすごいどってかいなんかお化け物みたいな、ちょっとこう、なんだろう、人型っぽいけどもかなりこう角が無理に変えて、そういうですね、まあ、そういうのが で、人ならざる刀剣の、なんだろう、化身みたいな、化身がそのものなんだけど、まあ、それを擬人化したもの、人のなったものを送るっていうのをやるんですね。で、それで、でもですね、例えばですよ、さっきから坂本龍馬とか言ってますけど、はいはい、坂本龍馬の、刀もあり、うん、もキャラクターとして出てきてます、うん、でも坂本龍馬は死ななきゃいけないじゃないですか。で、坂本龍馬が主だった人、うん、刀がその死ぬ運命を確定させなきゃいけないわけですよ。ああ、なるほど。だから自分で、ね、うん、そう、ジレンマが発生するんですよね。自分のことを可愛がってくれた、刀の主として可愛がってくれた坂本龍馬にタイムトラベルによってまた会えたけど、正しい歴史で坂本龍馬は死ぬ、これから死ぬ、うん、だけど助けちゃいけない、うん、これから死ぬから、うん、それは正しい歴史だから、だけど目の前にそのかつての主がいて、自分は助けられるかもしれない人の姿をしていて、うん、葛藤するっていうような、なるほど、っていうのがこのゲームの大体よくある話なんですよね、うん、そのいろんな場面で描かれるんですけど、うん、まあ、今分かりやすく説明したように言ったんですけど、そのやっぱり歴史上の人物は必ず死ぬじゃないですか、まあ、人間みんな死ぬから、うん、その場面に立ち会ったりすることもあるわけで、それがジレンマを生むので、なんかなるほど、その歴史を背負うっていうのの重さみたいなものがそこであったりするんですよね。で、この映画をね、おすすめしたい理由が2つありまして、うん、1つが、ですね、もうね、さっきちょっとだけ、
ハンバーグとか、はいはい、王様ランチって言ったんですけど、うん、結構こう、その歴史の話とかすると子供向けじゃないような感じもすると思う。そうですね。ですけど、このキャラクターとかが実に特撮的なんですよね。なんか特撮的ってなんかちょっと大げさ、ちょっとくくりがでかいな。じゃあ、うん、言わなれば、どっちかというと戦隊に近い。先ほど、刀剣者って言ったんですけど、うん、それは戦隊に近い。なんでかっていうと、まあ基本的に、6人で動くんですよね。うん、この、会という形で6人で動くんですけども、うん、その中の、キャラクターがそれぞれキャラが濃いし、特技も違うと、うん、まあ、パワー系もいれば素晴らしく動き回るものもいれば、うん、なんだろう、シャに構えてて、はい、なんかちょっとブルーな感じもそうですね、全体で言うとそうそうそう、そういうキャラクターもいるし、うん、なんかちょっとこう体調ポジションがいるんですけど、はいはい、体調の言うことにそれ違うんじゃないみたいな感じの、そういうポジションもいたりとか、わりかとすごく分かりやすく、なんだろう、リアルな人間のとかじゃなくて、うん、やっぱりそのちょっとこうキャラクター的な動きをしていくので、ストーリーが理解しやすいっていうのはあるんですね。で、このね、まあ、おすすめしたい理由、その1の中に含まれるんですけど、はい、脚本家が角野さんが知ってる方です。お、確実に知ってます。で、それが私にとってこの、お子様ランチのハンバーグ肝だなと思ってるんですけれども、うん、それが、ヤスコニャンです。おうん、ちょっと興味が出てきたぞ、うん、小林康子さんですね、うん、はい、まあ、いくつか作品挙げられると思いますけれども、ハッとは出てこない、まあ、スーパー戦隊シリーズですと、よくありますね、青春戦隊銀河マンとか、うん、未来戦隊タイムレンジャー、最近のだとタイムレンジャーか、あれですかね、特急ジャー、あ、そうですね、ますね。で、仮面ライダーシリーズですと、電王とか、仮面ライダーオーズとか書かれてます。なんかほとんど時間改変ものに関わってますね、ほぼ。そうなんですよ、うん、で、そういう特撮がご存じない方にも分かりやすいように、一応最近 NHK ドラマで、はい、2020年から毎年やってる岸辺露伴は動かないというシリーズも、うん、脚本書かれてますね。それぐらいすごく定評のある、もうまあストーリー展開はお墨付きだということは分かっていただいたと思うんですけれども、なんか歴史改変とか、そのなんですかね、はい、そういうものって結構独特のジレンマとかっていろんなのがあるのか、はいはい、それを結構今言った戦隊の中で結構出し尽くしてる感があって、はい、いや、よく僕見てるとよくこんなパターン考えつくなっていうのが結構あるんですよね、うん、なるほど、その人か。そうなんですよ、ストーリー展開的にはそんな感じで、歴史のジレンマとか、もしくはその歴史を変えたらどうなのか、うん、何が起きるのかとか、どこまでが歴史が変わるってことなのか、うん、なんで歴史は変えちゃいけないのかみたいなことを、うん、まあ、でもすごく分かりやすく、小林靖子さんなので、うん、決して分かりにくいってことはなく、なってるんですよね。2個目、これ決定打だなと思っているのがあるんですけども、うん、あれですよね、角野さんってその作品とか特撮とかで、はいはい、好きな、こういうキャラクターが好きみたいな前おっしゃってませんでした？いろんなことをあちこちで言ってる気がするんだけど、自信の話。ああ、はいはいはい、基本的にそうなんですよね、はいはい、一見大したことなさそうな長官とかじいさんのポジションにいるやつが実は、はい、その中で一番強かったっていうパターンがね、大好物なんですよ。そう、じじいが最強、じじいが最強だった、実はね、実はね、っていうのがいいんですよね、そう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 、って話を以前されてるのを聞いて、じゃあこの映画進めないかと思ったんですよ。で、さっきちょっと画像を見ていただいたんですけど、はい、あの中にじじいっていましたかね。じじいいました、なんかそんなにね、白髪っぽい人はいるけど、なんか年寄り臭い格好の人いないじゃないですか、うん、で、真ん中のキャラクターが、はい、三日月宗近っていうんですけど、私がさっき推しですって言った、はいはい、うんうん、三日月宗近がね、じじいなんですよ。えいや、見えないでしょって。あ、若い、まあ、擬人化で元が人間じゃないんだったら、でも一応年齢あるんですか。あのですね、まあ、年齢は
刀の年齢です。ああ、なるほど。じゃあ古い刀ほどあれだと思う、うん。まあ、三日月宗近は、平安時代の刀のものです、うん。で、そのいろいろな評価はあるんですけれども、うん、天下のうちに最も美しい刀と呼ばれたことがあるのがこの三日月宗近でして、そんな古い時代なのに。ああ、もうあのそのずっと今も残ってるんですよ。今も、うん、飾られてるような、はい、とっても美しい刀で、あの、はい、この前見に行ったんですけど、うん、それが、まあ、国宝ですし大事にされてきて、うん、あの権力者が欲しがるような大層美しいという評判があって、あ、もうあのそれを手に入れるのは天下を手に入れるも等しいような、あ、そういうアイコンになってるんですね。そうですね、まあ、権力者が手に入れるもの みたいなものなんですよ。で、このまあ、だからこそ歴史が古いわけですね。で、うん、この刀剣乱舞という作品には、うん、いろんな時代の刀が、出てきますが、あの平安時代から現存していて、かついろいろ伝承が残っている刀というのはそこまで多くないので、うん、まあ、比較的キャラクターの中で年重ねになるわけですよ、うん。そうするとキャラクター付けとしてジジイっていうのが出てきて、うん、で本人はあの自分のことをジジイと言います。お、そうそうそう、最近腰がなというセリフもありますで、このキャラクターが最強なんですね。おー、そう、で、そのさっきおっしゃってたのは最強じゃないよ、だから要はちょっとパッと見最強じゃないっていうのがあったと思うんですけど、はいはい、ジジイが最強で好きなのは、はいはいはい、なんかまあ言うてなんか長官とかだけど、うん、それこそでもバーッと出ててもういきなり全員泣き倒すというイメージではなくて、うん、もういざという時に頼りになるみたいな、そうですね、それがカタルシスを生むと思うんですけども、うん、この三日月宗近かね、あのいきなりこう戦闘機ってバババっていくようなタイプじゃないんですよ、うん、こういいとこで出てくるんですよ。まああまり言うとネタバレになるので言わないですし、うん、あのいろいろこうでかつ歴史長い歴史 の記憶があり、かつ、先ほど権力者が求めたと言いましたよね。だからこそ、うん、もしかしたら本当にそんな風に刀が記憶を持てるなら、織田信長とか、まあ、あのそういう権力者がもし三日月宗近を手にしてたら、うん、私たちの知らないことまで知ってるということになるんですよね。その刀がもし記憶を持っていたら。あ、なるほど、うん、まあ、もちろん私たちは歴史書からしか歴史は知れないけど、うん、刀たちの方がもし記憶媒体として存在したら、うん、いろいろ知ってるはずだと。裏の事情を、まあ、ありえないことではないですね。喋れないだけであるかもしれない。何かを記憶して、まあ、偉人家だからこそありえる話ですけども、このジジイは最強であり強いだけでなく裏事情を知ってるかもしれないという、おー、暗躍できるのかもしれないみたいな、生き字引的な感じですね。そうなんですよ。それはね、なかなかにね興味深いと思うんですけれども、刀剣乱舞という作品の中でよく使われる言葉があるんですね、うん、まあ、あくまでこの作品は、物語であると、うん、で、この物語というのはフィクションっていう意味ももちろんあるんですけれども、うん、物が語るゆえに物語、あ、なるほど、お、刀は物であると。だけれどもその刀たちが語るときに、あ、掛け言葉なんですね。そうなんですよ、物語が始まるということなんですね。で、このまあ、三日月宗近であったり他にもいろんな刀剣槍とかも出てくるんですけども、うん、それが語る言葉を持った時に、うん、かつ歴史が絡んだ時にどんな化学反応が起きるのかっていうのが面白い作品が刀剣乱舞なんですよ。そうなんです。だからその私が言ったそのお子様のランチみたいにてんこ盛りって言ったのは、うん、まあ、歴史的なカタルシスの割り方とちょっとお子様ランチっていう大人が楽しむものですけれども、うん、そのなんだろう、もちろんチャンバラシーンもあるし、そのあのストーリーのタイムトラベルとかのジレンマとかの妙もあるし、うん、もう見てて爽快な気持ちにもなれるっていう、あのもうあの気軽に見れる作品でもあるのでお子様ランチにちょっとなぞられてみたんですよね、うん。では、で、まあ、この映画、何点が、一つありまして、はい、現在、配信で見ようとすると、Amazon プライムでお金を払わないといけません。あ、プライムですか？プライムのレンタル料を払わないといけません。ああ、なるほど、なるほど。まあ、それはお金かかります、うん。そうですね。で、あと、まあ、あと、実は3月に
に映画第2弾があります。これでもし大事がハマってくれたらなっていうのも若干ありましたね。大事がハマって第2弾もスッと見れるような形になってますので、まあそれもご興味あったらと思いました。ゆるがくとハウスアネックス、まだまだ続くよ。これね、はい、基本チャンバラじゃないですか。そうですね、はい。特撮要素っていうのはそのタイムトラベルとかそういうところの演出が特撮ってことなんですか。この作品を撮られた監督っていうのが、映画泥棒っていう、映画泥棒じゃないか、映画館で、ありますね、あるじゃないですか、カメラ男のこう、パカーって開いてノーモア映画泥棒ですね。その映画を撮るのは違法ですよっていうお知らせする、あの被り物の頭だけカメラとか、頭だけこう、サイレンがついてるみたいな、映像を撮った監督、よくも監督という方が監督なんですけども、この監督の撮り方がすごく特撮的だなと思ったのが、やはり、最近の特撮って戦闘シーンの時カメラ結構回り回りません？回りますね。はい、あれの撮り方されてまして、で、チャンバラがもちろん映えるように撮ってるんですけど、撮り方どっちかっていうと、引きで撮るというよりかはアップで臨場感たっぷりに撮られていて、かつなんかで一番いいシーンでスローでスーンってなって、その刀の反射が顔にジャーって光るとかが映って、で私がそんなに、ね、特撮詳しくないですけども、前編見た特撮がルパパとルパレンジャーとカメレンジャーの時で、あの時に戦闘シーン見てて思ったんですよ。カメラがすごい、そうですね、あのあたりで急にカメラワーク変わりましたね。そうすごくそれと同時に、あ、これは結構特撮の学校で、そのチャンバラシーンが撮られたんだなって思いましたね。あれすごいの、カメラワーク見てて激しいんですけど、見てる子供とかでもどっちに誰がいてってあんまり混乱しない、うまいカメラワークなんですよね。で、当然ながら刀剣乱舞なので刀剣のキャラクターが多い、つまり、チャンバラも刀ばっかりになるんですよね、でもそれってなんかちょっとワンパターン化しそうじゃないですか、それがね、キャラクターによって全然刀の振り方が違うんですよ。だから、例えば三日月宗近はこう流線を描くような形で、三日月を描くような形で刀を振ることが多くて、すごく優美な感じなのに対して、ヤマンバーギリクニヒロっていう方がいるんですけど、これはもう居合抜きって基本的にで、刀の鞘でもぶん殴るみたいな、何かとこう華奢なようでいて強めなパワータイプみたいな戦いのシーンもあるし、あとは、へし切り長谷部っていう、信長から、黒田官兵衛に渡った、刀があるんですけども、こちらの方は、割かと背筋がスーンと伸びてて、こうちょっとね、中華芸術っぽいような印象を受けたんですけれども、もうその時もパッと見ね、もちろん服装とか顔も違うけど、刀の振り方で分かるっていうようなキャラ付けもされてるので、もうそれも、カメラワークとの妙もあって、すごくね、こう入れ替わり立ち替わり戦っているんだけれども、それすらもいいんですね。あまり見てる方も混乱しない感じで、混乱しないです。確かにその流派というかその使い分けは大事ですよね、これだけ増えてくると。それがやっぱりこう現代あんまりチャンパラ劇って見ることがないので、そうですよね、私たち見分けつかないじゃないかと思いきやしっかり見分けがつきますので、とてもね、分かりやすいと思います。私は、刀剣乱舞の映像作品、実写映像作品はこの映画が初めてだったんですけど、全然混乱しませんでした、それまでアニメとか見てたんですけど、だから本当にね、ぜひね、見ていただきたいというプレゼンでございました。それではそろそろ判定に行きたいと思います。それですね、判定ですね、はい、この映画、見たいですか？見たくないですか？見ます。わーい！わったー！ちょっと早速アマプラで検索します。はい、ぜひぜひ。
はい、もうあの、まあちょっとレンタル料はかかるんですけど、うん、ぜひ見ていただいて、で、あの、何終わった。あとは私に感想ください。で、次の映画に備えると。そうですね。あの、脚本家は変わってしまったんですけども、あの、監督が変わってなくて、うん、演者は続いてます。なので、混乱せずに見えると思いますので、ぜひね、あの、ご覧になっていただければと思います。いや、いい話聞きました。これ絶対自分ではね、たどり着いてみようと思わなかったですね。そうですね。でも、あの、私はその映画館に10回以上通ったんですけど、10回10回以上通ってたんですけども、週に3回ぐらい見に行ってたんで、もう10回以上数えてない、それ以降は数えてないんですけど、結構ね、あの、高校生の男の子が3人連れとかで、なんか、刀でかっこよさそうじゃんとか言いながら入ってきて、うん、もう大興奮して帰ってくるみたいなシーンがあったんで、なんかね、結構普通にこう、なんだろう、複雑なこと考えなくても見れるので、それね、楽しんでいただけたらな、と思います。いや、楽しみです。はい。それではですね、最後に、このチャンネルの説明をして終わりたいと思います。はい。チャンネルですね。だって、もう、多分特撮で見に来てる方とか、ああ、そうですよね。ゲームで見に来てる方がいらっしゃるので、そうですよね。私たちは何者かっていう話をしようと思います。はい。このチャンネルは、ゆるがくとハウス別館アネックスというチャンネルです。大体何してますかね。それぞれの得意なうんちくを勝手に喋る。そうですね。番組かな。そうですね。ラジオ的に、こういうふうに、対面で、で、割かと、得意な分野がそれぞれあるので、うん、私だったら料理、住野さんだったら、コンピューターとその歴史ですかね。そうですね。うん、そういった話をしたりですね。それは面白おかしく、時にはふざけながらやっていく番組をやってるチャンネルになってます。はい。なので、もちろん、他にもいろんな企画ものとかもやりますので、ご興味ありましたら、チャンネル登録と、コメントと、あと高評価も忘れずにお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、以上、プレゼンでした。見事はめられたぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。